黄色いフードは、松本清張の長編推理小説。黒いフードのタイトルで、北海道新聞夕刊他に連載され、開大の後、1961年5月に、講段社から刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。週刊誌の記者が、戦時中に橋を発する秘密組織の暴略による、連続殺人事件に挑む、ミステリー長編。 1961年に、東映系で映画化。1965年に、テレビドラマ化されている。新婚列車の異名を取る準急・いデゆ。発車を控えた東京駅のホームは贅沢で華やかな、混雑が渦巻いていた。取材の仕事のため、列車に乗った、雑誌記者の若宮志郎は、発車間際に駆けつけた一組の新郎新婦に目を、止めながら、熱海へと向かった。 外国人の多く宿泊する一流ホテルにて評論家との面会を待っていた若宮だったが宿泊する481号室に突然洋服を持ってきましたと伝える見知らぬ青年が侵入してきた。呆然とする若宮は青年が431号室と間違えたのではないかと見当をつけるが 翌日、431号室に宿泊していた、新婚夫婦の夫が、自殺の名所、西木ヶ浦で投信したとの方が入った。警察は自殺として処理するが、前後の状況に疑問を抱いた若宮は、編集部の協力を得て、事件の調査を始める。銀座のバーの女給、弓が失踪し、新婚夫婦の妻の方ではないかと疑う間に、そのおじ、 長谷川の歴史体が小樽で発見された。北海道へ飛んだ若宮の前に人鳥花の匂いをまとった不思議な美女が現れ、彼女の行動を図りかねる若宮だったが、小樽では長谷川の出入りしていたバー、アジサイの仲介者が3ヶ月前に事故死し、さらに外事担当の警察官が同様に歴史していた。続いて、熱海のホテルの番頭。 はるの考察死体が名古屋で発見され、さらに関係者と思われる人物の死体が続々と出現する。長谷川の残した、これから大佐に会いに行くという言葉の意味は一連の犯罪の裏には何が隠されているのか二重三重に張り巡らされた暗黒の意図をたぐるうち、若宮はついに秘密組織の首領と対決することになったが、 現在の熱海市西木ヶ浦周辺倉庫の並ぶおたる、運河周辺東富士演習場原作における設定を記述。本作は、影の地帯と同様、地方史の連載であり、しかも時期が重なっていたため、混乱をきたさないよう、登場人物の整理に苦労したという。著者自身は本作を好まず、単行本にすることを渋っていたとされている。 1961年9月23日公開。制作は東映東京撮影所、配給はニュートウェ原作と比較し、オタルの事件をカットするなど、人物関係は簡略化されている。原作における、人長花の女は、カトレアの女とし、主人公との接触場面を変更するなどのアレンジを加えている。 他、1965年11月20日から1966年4月16日まで、ネットテレビ系列土曜に十字枠にて、全22回の連続ドラマとして放送された。ほか、ありがとうございます。